吉尾です。こんにちは。本日はですね、西新井のアリオの方に、ベノム、はい、映画のベノムを見に来たんで、また帰りにですね、家帰ってからかな、映画レビューさせていただこうと思うんで、よろしくお願いいたします。では早速1時25分からなんで、急いで行ってきたいと思います。それでは、結局西新井のアリオがベスト映画館になってしまいました。ここばっかり行ってるよね、アリオで、はい、アリオでチケットも購入してあるんで、早速東宝シネマズにベノム鑑賞していきたいと思います。But you don't have to tell yourself that that's the reason why we're in relation. I'm just trying to see a smile on your face and make this chapter permanent. No need to change your pages. こちらベノムのパンフレットです。1.820円、激にしはこちらにお願いします。先に説明します。こちらレシートと200円のお釣り出てまいります。はい、失礼しました。はい、無事にですね、ただいま帰宅いたしましたんで、この帰宅レビュー、はい、本日鑑賞してきた映画はベノム、はい、ベノムでございます。あ、タイトルコール忘れた、はい、本日もよろしくお願いいたします。吉尾 Vlog です。吉尾 Vlog だよ、 Vlog、はい、吉尾 Vlog です、はい、本日の鑑賞してきた映画、はい、ベノムを鑑賞してきたんで、このベノムっていう映画どんだけ面白かったか、このベノムっていう映画がどんだけ面白かったか、そしてこのベノムとは何なのか、前半のレビューはですね、この映画を見に行く前に、はい、これから劇場に足を運ぼうと思っている方のために、どんだけ面白くこの映画の見どころというか、期待値、このベノムの歴史ってものを簡単にパパッとお話しさせていただいて、後半はですね、はい、ネタバレはしません。ネタバレありで話そうぜ。うるさいうるさい。ネタバレはしないの。ネタバレをすると、映画見る前にもし聞いちゃった人が怒るから。ね。しけた映画レビューだな。ネタバレはしません。はい。ネタバレをせずに、ベノムって映画の見どころ、この映画のどこが面白かったか。ちょっと映画の中の内容には触れますが、どんなところが面白かったかっていうのを僕なりにですね、レビューさせていただけたらいいと思いますんで、どうぞ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ではベノム、触りの部分だけちょっとお話しさせていただくと、このベノムですね、はい、世界を変えるのは最悪だけだ、最も残虐な悪のヒーロー、ベノム誕生。今多くのスーパーヒーロー映画が注目されている中、ついに異色のヒーローがスクリーンに登場する。それがベノムだ。1988年、スパイダーマンの敵役ヴィランとしてのデビュー、その強烈な個性と暴れっぷりに瞬く間に人気のキャラクターとなり、スパイダーマン最愛の敵にしてマーベルの中で最強最悪のヴィランの一人となった。この映画のベノム、はい、ベノムっていう映画は昔のサムライン版ですね、サムライン版のスパイダーマン、はい、こちらの方の第3作目かな、はい、スパイダーマンがちょっと真っ黒なスーツに身を包み、スパイダーマン自身もこのベノムに寄生されて、ベノムと戦う映画ということで、一回スクリーンの中に登場してます。ただその時のベノムは、いや、これは違う、これはベノムじゃない、はい、ファンの間からちょっとベノムに対する不信感、人気度がそこまで高くはならなかったんです。コミックの中でこのベノムっていう最強最悪、最高だぜ、最強最悪なんだって。だけど君は人気があるんだよ、最強最悪だけど人気がある、はい、最強最悪のベノムっていうキャラクターがどんだけ愛されてるのか、なんでこの悪役のキャラクターが愛されていってるのかっていうのは、僕はコミックを見たことはありません。挿絵とかそういうものでパパッとですね、ちょっと絵的なものは見たことあるんですよ。でこの絵的なものを見て、あ、これ敵なのかな、何なのかなっていう感じで思っていたんですね。で実際に映画を見て思ったことは、ちょっとねベノムが好きになっちゃいました、うん、そうそう、照れるじゃねえか、
ん、好きになっちゃったの、はい、このベノムが好きになっちゃいました。で、なんでかというとただの敵ではないんです。このベノムって体はシンビオートっていうですね、まあ彗星からやってきてエイリアンなわけですよね。このエイリアンの寄生体はその惑星に住むために、人間や動物とかに寄生して生きていく、はい、寄生して生きていくんだけども、その体内に入った瞬間その人のパワーを増幅させて、またベノム自身も生きていくために、はい、寄生しながら生きていくっていう、目的があって、まあ、人間を捕食して食べる、動物を捕食して食べる、その寄生したものの体を乗っ取りながら生き続けていくっていうのがエイリアンであり寄生体であるベノムっていう生物、まあ、そんな感じなんだなと僕は今日映画を見て思いました。で、昔の侍版のベノムはですね、ちょっとこうやっぱりスーパーヒーロー映画知ったんだけども、今回まあマーベルね、まあ、アイアンマンとかハルクとかいろんな映画ありますけども、その中でもこう CM 見る限りだとさ、ちょっとホラーテイストの SF チックな感じで撮られてるじゃないですか。でこれ本当にまあこの悪役を主人公にして丸々一本映画撮れるのかなと思ったんだけども、もうね最近見たまあこういう SF チックな映画、またマーベルの中の作品では相当、まあ相当というか主演のトム・ハーディの演技も素晴らしいというか、まあ面白おかしく、でこの監督さんゾンビランドの人なんですよ。でゾンビランドの人っていうのはコメディをうまく撮りつつ、まあそこの仲間内の映像っていうものがこうリズミカルに出しながら撮っていく監督さんなんで、まあ、ゾンビランドっていう映画を見た時にすごい面白かったじゃない。物語の転換もいいし、撮影の仕方もいいしって、それが好きな人はこの、ベノムって映画は当然面白いものだと思います、はい。で、ベノムなんですけれども、おしゃれお前の心臓肝臓、ね、体の中に寄生されてるぞ、ぞお前のせいだよ、寄生されてる、気持ち悪くなっちゃってるから、頼むから俺の話を邪魔すると途中で何言ってるか分かんなくなっちゃって、ちょっと黙っててもらえる、ね、ごめんなさい、分かりました。決め台詞言ってあげるから、俺たちベノム、はい、昔のスパイダーマンの映画では俺たちベノムっていうこの決め言葉がですねなかったんです。俺たちベノムっていう言葉、これが何なのか、これは後半でお話しさせていただきます。ではですね、はい、こっからは後半のレビューとなります。ネタバレはしません、ネタバレはしませんが、この映画の醍醐味の部分、まあそうだね、映画の撮り方、撮影方法、またその、シーンを共に振り返りながら話していく形になるんで、まあ映画の中身に全然触れたくない方はこっから先は映画見た後に、ただこれをレビューを聞いても映画は見れるようにしておきます。なんせ最後のネタバレとかそういうものは一切言わないんで、どんな映画になっていくかっていうお話しかしませんので、どちらか決めていただいて、鑑賞前に見るのか鑑賞後に見るのか、ただ単のアクション映画として見ていってしまうと素通りしちゃう部分も、僕はちょっと気づいた部分とかいろんな部分、この繊細なこの映画の、動きってものをねですね、お話しさせていただければいいと思います。では後半のネタバレなしだけど映画の世界に触れる、はい、ベノムの核心に迫る、はい、いやベノムに寄生されてしまう、はい、こんなレビューとさせていただきたいので後半もよろしくお願いいたします。はい、俺があることないこと全部バラしてるからな、映画のレビューうるせえよ、そういいのよ、はい、ではですね、はい、ベノムの後半のレビューさせていただきます。このベノムって映画、本当はまあ全然期待しないで僕見に行ったんですけども、ちょっとね相当面白い、前半のベノムがまだそんなに出てこない状態の映画、はい、これは第一作目、このベノムって映画の第一作目にあたって一番肝心な部分ですよね。ベノムがどんなものなのか、どんな状態なのかっていうのを冒頭からそんなに長ったらしくなく、うまい具合に映像で説明しながら展開していくんです。でベノムってもの、まあこれですね、実際に彗星からやってくるエイリアンのこのベノムっていう宇宙人がいるんですけれども、宇宙人というか何だろう、寄生体みたいなさ、形をなさないんだけど知能がすごいあり、それが人間や動物に寄生することによって相当なパワーを得て強くなってしまう、はい、例えば俺は今寄生されてます、ですので俺を今殴ろうものならベノムが自動的にこうバッガードしてくれるわけですね。そうだぜ、守るぜ、はい、ベノムっていうものはその体内に入り
その人間をですね、まあ、人間がもし死んでしまったら、そのベノムの寄生体が死んでしまったら、そのベノム自身の寄生虫自体も、寄生虫というか寄生生物ね、寄生虫じゃねえぞ、これ自身も死んでしまうから、必死に自分自身の寄生してるものを守りながら生きていくんですね、はい、でこの、まあ、ベノムっていうマーベルに珍しく残虐描写は、まあ、血とかはドバドバ出ないんだけども、結構、怖いシーンというか強いシーン、暴力描写は結構半端ないです。バン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 人をぶん殴ったりとも、まあ、体からこうナイフのようにズボンって出て、そのナイフで敵を口出しにしたりとか、そういうシーンが多々あるんで、ホラー映画ではないですよ。そのシーンも全然怖くなく、アクションテイストあふれる感じで描いてくれるんで、相当これは見応えがある作品だと思います。で、今回のベノム見どころですね、まずは、寄生された後、だん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 超人的な力に気づいていくトム・ハーディ、はい、主人公はトム・ハーディです。トム・ハーディは、バットマン、はい、バットマンでバットマンをぶちなむしたあのヴィラン役を演じた、またマッドマックス怒りのデスロードで最高のマッドマックス、はい、マックスを演じたトム・ハーディが今回エディ・ブロックっていう記者を演じています。このエディ・ブロック、シンビオートベノムに寄生されて体の中にベノムが入ってしまう。でベノムになることによって普段食べていたご飯がまずく感じてしまう。腐った肉、なこれも食えない、生きてる生物が食いたくてしょうがないんです。なのでベノムはそのトム・ハーディの体をだん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 侵食していく。でもトム・ハーディは寄生される。悪役も一応映画の中で出てきます。その悪役というか、まあ、悪役というかね、その寄生生物を研究してそれで何かを開発しようとしているライフ財団というのがあるんだけども、そこからトム・ハーディが逃げていくシーンとかがあります。生身の人間だったら絶対逃げれない。パワーがあふれるベノムのパワーを身につけたそのトム・ハーディはドアを蹴り破り、空中をかっ飛び、鉄条網を、体で突き抜け、地上数メートル何メートルも上の木の先端まで一瞬にマッハの速さで移動して掴むことができる。これがまるでスパイダーマンの力を身につけたかのようなベノムの身体能力なわけです。最初はですね、このベノムっていうキャラクターとトム・ハーディ演じるエディ・ブロックっていうキャラクターがこうグラッチェしてないんですよ。トム・ハーディは寄生されてるベノムを嫌がっている。怖い、なんで俺こんなに強くなっちゃったんだ、なんでこんなに体が勝手に動くんだ。そうなんです、ベノムに寄生された状態っていうのは無意識のうち、まあ体が言うことを聞かなくなるんですね。なのでそこにいる人間を急に襲い出したりとか、はい、やめろよ、黙ってろよ、黙ってろよ、はい、急に襲い出したりとかしてしまう。そんな体の乗っ取りがなっていってしまうんです。ただですね、この映画それだけだったら、ただの、乗っ取られ映画 SF 映画でとどまってしまう。違うんです。このベノムっていう寄生生物、体に装着すると、まあスプーパーパワーのようなスーツみたいな感じで体に寄生してマッチョな体型になっていくんだけども、この映画の見どころっていうのは、このエディ・ブロック主人公とベノムっていうこの、愛されるべきヴィラン役のこのキャラクター、このキャラクターが頭の中で喋ってくるんですね。今僕の頭の中でベノムが喋ってるように、はい、いいよ喋っても、はい、代わりにちょっと説明してあげて。吉尾の体を乗っ取りながら、俺自身の俺の中の俺は、これはやっぱ説明する、ベノムがトム・ハーディとグラッチェしていく。最初は嫌がっていながらも、だん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 トム・ハーディと相棒バディ感覚がどんどん強まっていくってシーンを、うまい具合にアクションシーンを交えながら描いていくところが素晴らしい。なんと言っても、中盤で出てくるあのサンフランシスコの有名なブリッドヒルね、はい、じゃあサンフランシスコのブリッドヒルの説明を俺の頭の中のベノムにしていただきましょう。どうぞ。1968年のアメリカ映画、マック・イーン主演のピーター・イエーツ監督ハリウッド第一作品のブリッドっていう作品からブリッドヒルと名付けられた。オッケー、最高だよ、うん、そうなんです。スティーブ・マック・イーン演じるブリッドっていう映画の中で使われたあのサンフランシスコの坂を駆け抜けるバイクのカーチェイスシーン、カーチェイスをしながらも、この寄生されてるベノムはですね、トム・ハーディがそこで死んでしまったら自分も死んでしまう。なので銃弾や車の、
追突、またドローンの空撮からドローンの、ドローンが出てくるんだけども、そのドローンがどん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 こうバイクめがけて飛んでくるのね。それからトム・ハーディを守りながらあの坂をですね、ものすごいスピードで疾走するシーン、あのシーンは見ててハラハラしながらも SF なんです。最高のスタントマンを使ったあの、サンフランシスコのブリッドヒルを駆け巡るシーンは最強に面白かった、はい、あのシーンは何度見てももう一回見たいぐらいですね。で、この映画最初はそのベノムに寄生されて嫌がってるトム・ハーディ、このベノムとトム・ハーディは心でどっかに通じるものがあるんです。俺たちベノムっていう言葉にもある通り、このベノム、ベノムの世界ではいろんなベノム、いろんなのがいるのね。その、エイリアの中の多分いろんなあのがあると思うんだけども、ベノムも負け犬、エディ・ブロック演じる記者も恋人にも逃げられ仕事もクビになれ、はい、負け犬、負け犬同士がグラッチして心が通じながら、最初このベノムっていう生物は地球を侵略するためにやってきた。だけども地球を、はい、こっからネタバレ完璧に聞かないでくださいね。こっから聞いちゃダメですよ、はい、見てない人は聞かないでください。地球を守るため、またトム・ハーディ、エディ・ブロックを守るという意識に変化していくんです。なのでただのヴィラン、悪役ではなく、愛嬌あふれるこの2人のバディが見れながら、心変わりした完璧に2人がシンクロした中の最後のベノムは、最強のスーパー悪役からスーパーヒーローに変わっていくんです。ここが見どころだよね。ちょっと心震えるよ。だって今まで悪役、このままストーリーが進んでいってしまったらこれは悪役だけどただ単に倒されるんでしょう。そうなんでしょう。スパイダーマンの敵なんでしょう。いつかどうせ倒されて殺されちゃうんでしょっていう頭の中の妄想がやっぱりどっから引っかかってるんだけども、違うんです。ベノムはここでスーパーヒーローなんだけども口の悪い悪役、愛される、はい、あのデッドプールっていうキャラクターのように、正義だけども正義すぎず自分の生きたいように生きていく、ただ守るべきものは守りたい時に守る、そんな愛されるキャラクターに変化していく様が見れながらアクションを堪能できる、はい、こんな素晴らしい映画。実際にですね、マーベルの中で次のキャプテンマーベルがやって、アベンジャーズ4でですね、まあキャプテンアメリカがお亡くなりになったりとか、いろんなことが発生していって、アイアンマンとかあっちの方の映画がそろそろ終了していきます。はい、契約も切れるんでね、このあとマーベルはベノムを筆頭にどういうマーベルユニバースを作っていくのか、これが見どころだと思います。実際にベノムのエンドロール後にはですね、次のベノムの作品なのかな、あるキャラクターが出てきます。そのあるキャラクターは新しい敵であって、あれもベノムの寄生されているものなんだけども、それとの死闘をこれから垣間見れる。またどんな映画とのコラボレーションがあるのか、コミックの中では、まあ、ベノムの世界に飛ばされたキャプテンアメリカとかいろんなキャラクターがですね、みんなベノムに寄生して、キャプテンアメリカベノムバージョンだとか、そういったものがあるみたいです。そういう映画が実現していくのかっていうのは、これから映画界における楽しみの一つでもあります。悪役を主人公に変えた、悪役をスーパーヒーローに変えた、このベノムという作品、こんなに怖い顔をしているのに映画を見終わった後はこのキャラクターのファンになることができるんです。映画を見終わった後にこのキャラクターのファンになるということは、このベノムというキャラクター、こんなに怖い造形なのに心から愛してしまったという証拠、自分の恐怖のものが好きになれるという、はい、そんな感じで映画を見終わった時の快感はですね、真っ先に映画のキャラクターグッズが売ってるところで思わずピンバッジを手に取って買ってしまいそうになりました。ちょっと止めといたけどね、はい、そんな感じのベノム鑑賞、僕としては超最高にクールなひとときでした。俺たちベノム、はい、ヨシオ Vlog は本日ヨシオベノムとして規制された状態でレビューさせていただきましたが、いかがでだったでしょうか。はい、本日はね、はい、僕ヨシオと頭の中のベノムちゃんです、一緒に映画レビューとさせていただきました。どうぞ、劇場まだ公開されたばっかりです。
この迫力であるアクションシーン、迫力ある悪役のベノムちゃん、はい、ベノムちゃんをどうぞ映画館でご覧ください。はい、では本日の映画レビュー終了とさせていただきます。お疲れ様でした。はい、この番組が面白かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また時々ですね、これから年末にかけて忙しくなるにつれてライブ配信とかをたまにやっていきます。ライブ配信だと動画編集しなくても済むし、そのままでパパッと喋って終わることができるんで、ただライブ配信中にもし YouTube やってる方や何か宣伝してほしい方が現れた瞬間にはそれをライブ上でお話しさせていただいたりもできるんで、どうぞお気軽に吉尾 Vlog チェックしてよろしくお願いいたします。最後に何か言っとく？ベノムちゃん、私からもチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ありがとう。はい、それではお疲れ様でした。楽しい悪役だよ。